こんにちは、深田静香です。今撮影しているのは2020年12月12日土曜日、時刻は夜の10時17分です。明日これ配信される頃には今日ですね、12月13日は G1 レース阪神ジュベナイルフィリーズがあります。これは2歳女の子のレースです。私は病的真面目を治すためにカウンセリングでお金を払って競馬を教わっているんです。そんな人って聞いたことありますか？世界広しといえどきっと私だけだと自負しております。でこの競馬が本当に面白くて、教われば教わるほど楽しくなって、今ではこの11月29日のジャパンカップで引退したこちらにいらっしゃいますアーモンドアイちゃんが本当に好きで好きでたまらなくなりました。もう一緒に寝食を共にしたいぐらい好きです。それでこの秋からは先生から病的真面目を治す目的と、もう一つ競馬ゲームに勝つ、つまり黒字を出すという2つの目的でカウンセリングで教わっています。それで今回の阪神ジュベナイルフィリーズの私の目的なんですけど、応援する馬で勝つです。先生からもう競馬っていうのはすごく人生の勉強になるっていうことを教えてもらっています。そして先生は人生には目的が必要、そして競馬にも目的が必要ということを教えてもらっていて、この秋は毎回そのレースの目的を決めています。で今回は私いつもその G1 レースの前に競馬のカウンセリングを受けてきます。その音声はこの YouTube で公開カウンセリングして配信していて、昨日私競馬のカウンセリング受けてきたんですけど、阪神ジュベナイルフィリーズの競馬カウンセリングもぜひ聞いてもらいたいです。そこで先生から私のために新しい方法を考えてくれました。ごめんなさい、途切れちゃったんですけど、今回先生から教えてもらった私が好きそうな、もう波動の爆上がりする、つまりもう気分がすっごい上がる決め方は、応援する馬を1頭決める、そして馬連で6通り、しかも2歳の女の子たちなので将来のことを考えて決めるっていうことでした。ということで先生とカウンセリングでしていて決めたのが、私はこのメイケイエールちゃんです。先生は私がアーモンドアイが好きで好きでたまらないということを知ってくれていて、アーモンドアイちゃんのお子ちゃんが出てくるまではアーモンドアイちゃんに似た子を探してその子を応援したらいいということで、先生のカウンセリングを受けて、アーモンドアイちゃんがきっと2歳の頃によく似ているなって私が思う女の子は、今の段階ではメイケイエールちゃんだろうということで、今回はメイケイエールちゃんを軸に残り6頭決めたいと思います。といっても、2頭は決まっております。今ね、これまで見ていて評判がもうすごいいいソーダシちゃん、この子はメイケイエールちゃんと同じ白雪姫一族の子です。もうとっても白くて、もう新馬戦からかな、すっごいこう白毛ちゃんですごい強い子がいるっていうので私も見てました。でもう一頭が里のレイナスちゃん、これはアーモンドアイちゃんの国枝先生のところの国枝厩舎です。そして鞍上がこれもアーモンドアイちゃんのルメール騎手です。もうこの2人のタッグということで、この里のレイナスちゃんは外せないということで、この2頭は決まっているので、厳密に言うと4頭今から決めたいと思います。で先生から与えてもらった時間は1時間ということで50分で決めます。
では今から決めていきます。50分経ちました。時刻は11時24分です。さあ、阪神ジュベナイルフィリーズの回目決まりました。いやー、なかなか6と絞るの難しかったです。今回は2歳ということで本当に考えました。今回の目的を再確認すると、応援する馬で勝つ、メケエールを軸に馬連6通りにします。私はこれまで悩みばっかりで不幸な人生でした。で、先生にカウンセリングを受けるようになって、私の不幸になっていた潜在意識のプログラムっていうのを教えてもらって、その書き換える作業をしています。そして競馬でもいつもこれまでね、こう考えるときに、私は今まで頭の中で考えてたんです。それでこう頭の中で混乱して、最初のひらめきとか、どうやってその馬を消したのか入れたのかっていうのが分からなくなっていたんです。先生が、静香ちゃんは頭の中で考えるからこう混乱してたんだよ、こういうふうに、日本は言霊の国だから思考を文字にするといいよということで、こういうふうに思考を書き出すことにしました。で、こうやって思考を書き出すと、混乱しても最初に戻っていって、あ、そうか、こうやって消したんだとか、こうやって入れたんだっていうのがすごく明確です。で、分からなくなったら目的に戻ったらいいので、私も今回すっごく途中で分からなくなったんです。どうしようかな、こっちがいいかな、こっちがいいかなって思ってたんですけど、今回先生からもらったアドバイスは、まあ、もちろん一番今回応援するのはメイケエールだけども、他の6頭も応援する、つまり7頭全員応援するということで、あっと思って思い出して、結構ね、もう本当に後半、最後の15分20分ぐらいちょっと煮詰まりました。でも、あ、そうか、これから私が応援する馬、今後のことを考えて応援する馬を決めるんだっていうので、最後一頭決まりました。そして、まあ、ここにざっと書いてます。もちろん最初に入れるのはメケエールちゃんです。それで、丸のついている子が私の今回買う子たちです。私の買い目は、ソクパッドの動画をまた配信します。今日2020年12月13日の朝11時からです。朝の11時から配信するので、そちらもぜひ見てください。今日も長くなりましたが、最後まで見ていただいてありがとうございました。また来ますね。